マッティ・アルマス・アール・ニオは、フィンランドの軍人。第二次世界大戦中には、モッティ戦術の専門家として知られ、モッテ・ィ・マッティのあだ名で呼ばれた。1901年2月24日、コーボラに生まれる。アール・ニオは、フィンランド内戦の折、白守る軍の志願兵として、サボ前線で戦った。その後は、エストニア独立戦争やラトビア独立戦争などに従軍したほか。 東カレリアにおけるアウヌス遠征などにも参加している。1920年、アール・ニオはフィンランド国防軍における兵役を完了して予備役将校となる。1926年には士官候補生学校を卒業。1933年には陸軍士官学校を卒業した。また1929年には大尉となり、以後は 参謀本部付け大会関係部に勤務していた。第二次世界大戦勃発後、ソ連がフィンランドに侵入して冬戦争が始まると、アールニオは、少佐とマリ第四両兵大隊の指揮官として、ラドガコ北方に展開した。第四大隊は、ラウリ、アラントルニ上位が所属していたことでも知られている。フィンランド軍は、兵力や物資の不足にもかかわらず、 機動力と地の利を生かして、赤軍を分断した上で接中に孤立させることに成功したのである。この戦術は、モッティ戦術と呼ばれ、アール・ニオはこれを遂行するために第四大隊に、加えて六個大隊を率いた。作戦後、この戦功に基づき、アール・ニオは、モッテ・ィマッティのあだ名を与えられた。継続戦争勃発時、第九両兵連隊長となる。第九連隊は、 ラドガカレリアの奪還に参加した。1941年12月、第56両兵連隊長。ラップランド戦争の頃には、第二両兵大隊,隊長を務めた。終戦時には、ユバスキュラ軍管区長を務めていたが、共産党が実権を握った赤色政府の下で、多くの軍人と共に反逆者として、秘密警察バレポに追われる身となる。アールニオはスウェーデンに逃れ、 アメリカ合衆国を経由して、ベネズエラへの亡命を果たした。ベネズエラにいる間、彼は国家警備隊の士官候補生学校にて即地学や数学の教授として勤務した。また、カラカスの港では、やはり赤色政府によって、祖国を追われたトルニゲン隊との再会を果たしている。1952年、フィンランドへの帰国を果たす。その後は、保険会社や、 国民連合党の財務担当者として働いた、1966年冬戦争に関する回顧録を出版した。ありがとうございます。